んですが、2024年最新のリンサークリーナーのレビューをさせていただこうと思います。で、このチャンネルなんですが、清掃機器全般取り扱ってるのですが、特に私個人的にリンサークリーナー大好きなんですよね。なので、今日なんですが、とあるメーカーさんから1台機械送られてきたんですが、めっちゃ楽しみにしております。はい、こちらになります。ハウスホフさんの2024年最新版のリンサークリーナーになります。で、リンサークリーナーに関してなんですけれども、基本的に布製品のクリーナーになります。例えばソファーとかベッドとか、あと車のシート、絨毯、まあ、こんなところの清掃に使う専用の機械になるんですけれども、この製品に関してのスペックをまず解説したいのですが、人気機種と比較した方が分かりやすいかなと思うので、まずですね、こちらのスペックがこんな感じになっております。大事なポイントとしては、まずですね、タンクの容量です。で、これお水を入れて、そのお水を吹きつけて、汚れた布の中で水を回収するっていう機械になるので、清水タンクと汚水タンクの容量が大事になります。まあこれぐらいになるんですけれども、まあざっくり人気機種としては、やっぱアイリスオーヤマさんの RNS P10W、 覚えちゃってるよね。はい、あれと比較するとですね、タンクの容量はこっちの方が多いです。あとは人気機種としてはユアントさんもう結構人気があるんですけれども、そのやつよりは若干タンク容量は少ないかなっていう感じです。あとめちゃめちゃ大事なポイントとしては、ホースの長さです。これね、ホース長ければ長いほど便利です。これがね 1.6m なので、こちらもアイリスオーヤマさんよりですね長いです。はい、でユアントさんとも同じぐらいかな。で、電源コードに関しては、3m なので、アイリスと一緒、ユアントさんよりは若干短いっていう感じのスペック帯になります。ではですね、早速中見ていこうと思います。はい、中身がこんな感じです。まず取説が入っております。はい、本体がこんな感じですね。まあ、基本的にアイリスオーヤマさんのリンサークリーナーに形状は近いかなっていう感じです。ここに収納がついている。で、タンクの取り外しもすごく楽ですね。これはボタン一つでワンタッチでできる。で、スイッチがここにあってっていう感じです。こちらがハンドルの部分になります。この辺からですね、水を噴射して、ここから吸い取るっていう構造ですね。それで汚れたものを回収すると。で、ここにブラシがついている。ブラシは、まあ、比較的柔らかめかなっていう感じです。あんまりね、硬すぎると結構ね、部材痛めてしまうのでっていう感じです。あのね、今回僕が注目したの、実はこれなんですよね。リンサークリーナーでコーナーノズルってめっちゃ使えるんすよ。特に、車のシートやるときにですね、結構細かいところまで入っていけるので、これはめちゃめちゃおすすめです。しかもブラシもついてるので、これは面白いなっていう感じはします。はい。はい。あとこれ、洗剤の計量カップと、清水タンクの、蓋みたいです。はい。あとですね、これめっちゃ親切だなと思ったのが、リンサークリーナーの専用の洗剤もついておりますので、ちょっと後で使っていこうと思います。はい、準備はね、非常に簡単で、まずお水を入れてくる必要があって、こっちが綺麗なお水を入れるタンクで、こっちが汚れたお水、回収した後の汚れたお水が入る汚水タンクになります。で、これは簡単に引き抜けます。ちょっともう水入れちゃってるんですけれども、で、ここからパカッと外すと、まあ、蓋が開いて、ここにお水を入れるっていう感じです。で、ここに引っかきがついてるので、ここに合わせて、そのまま戻す。いう感じです。あ、で、最初に付属してたこの蓋はここで閉めた状態で戻すっていう感じです。で、付属のノズルをここでカチャッとはめます。はい、電源コードをつないだので、まずですね、リンサークリーナーを見る上でめちゃめちゃ大事なポイントが3つあるので、順番に検証していこうと思います。まず第1位に音の大きさですね。80dB ないぐらいになります。正直ね、全体的にリンサークリーナーってうるさめなものが多いので、まあ普通ぐらいかなっていう感じですかね。はい、2つ目なんですけれども、水の強さになります。まあ基本的にここのボタンを押すと水が吹き出るんですよ。で、汚れてる対象の布に当てて、でここで吸うんですけれども、この水圧がね、強い方が中に浸透するんですよね。なので結構ね、リンサークリーナー見るとき水圧強いかどうかっていうのは結構大事だと言われています。ではちょっと見ていこうと思います。押します。
まあ家庭用なら十分かなっていう感じなんですけれども、水圧に関してはめちゃめちゃ強いっていうわけではないかなっていうのが正直な感想になります。はい、3つ目なんですけれども、今ねここべっちゃべちゃに濡らしてるんですが、まあ最後は吸引力ですね。これもめちゃめちゃ大事です。ではですね、手に当てたりとかこういうのをやって吸引力どんなもんかっていうのも細かく見ていこうと思います。まあまず吸い付きに関してはまあそこそこかなっていう感じです。では実際物吸ってみます。ここですね。まあ普通に吸えてるかなっていう感じです。たらいのお水もちょっと吸っていこうと思います。吸えるなっていう感じですね。はい、今日ね実践で試していこうと思うのはこれ僕が普段使ってるマットレスです。買ってねもう半年ぐらい経ってるので、ちょうどね掃除しようかなと思ってたのでいいかなっていう感じなんですけれども、これめっちゃいいんですよね。あのAmazonで買ってきたんですけど、これ安いんですよ。めっちゃ安いんだけれども高反発ですごいね寝やすくて僕は結構気に入ってるんですけれども、こいつを今日はお掃除していこうと思います。まあ付属に洗剤もついているんですが、ベッドを用意するのであればアルカリ電解水です。これ、ね、特に人気があるやつなんですけれども、アルカリ電解水に関してはまずリンサークリーナーね泡立つ洗剤使えないんですよね。なのでこれ泡立たないのでいいというのと、あとねここにも書いてるんですけれども、まあ、除菌効果と安全って書いてるんですが、まあ、アルカリ電解水って基本的に水を電解して作っているものです。メーカーによってはベッドねちょっとあの有害なものを混ぜちゃってるものもあるんですけれども、まあこれに関してはね基本的にまあ水からできているものになるので、まあ結構安心して使えるかな。特に寝具とかに使うには非常にいいんじゃないかなと思います。ではどんなもんかっていうのを順番に見ていこうと思います。はい、まずですね必ず掃除機がけ、まあ今回割愛してますけれども、最初に掃除機がけをするようにしてください。その後洗剤を撒いていきます。はい、わかりますかね。これ半年でもやっぱこれぐらいは汚れるんですよね。これ車のシートとかやったらマジでやばいんですけど、やっぱりねこれ定期的にやることでやっぱり汗とかの皮脂汚れとか、あとはダニですね、そういったものも回収できるので、まあ、非常に衛生的に使えるんじゃないかなと思います。で水はねやっぱ結構濡れてます。はい、まあこれはねリンサクリーナーってそういうものなのでよく聞かれるんですけれども、まあ水かけてるので当然濡れるので使った後は乾かす必要がありますよっていう感じです。はい、続けての検証なんですが車のシートですね。でさっきのあのコーナーノズルの細いやつも使っていこうと思います。いい感じですね。はい、ではですね洗剤混ぜ混ぜしていこうと思います。この付属の洗剤使っていきます。取説にですね33倍希釈って書いてありました。ざっくり言うとねこれ1いっぱい入れるとですね 1.5 リッターでしょ。なのでこれでまあだいたい 50ml 入れるとそれぐらいの希釈濃度になるという感じになります。ではあの混ぜて早速清掃していこうと思います。はい、では早速水を撒いていきます。まあなるべく無駄なとこにかけないように気をつけながら撒いていきます。最初は水多めでっていう感じですね。でこの付属の洗剤なんですけれども結構ねフローラルな香りがするので結構いいかもしれないですね。車のシートとかに使うのは。はい、びっしゃびしゃにします。ちょっとテカルぐらい濡らしちゃってもいいかもしれないですね、最初は。で、やっぱね、ホースがね、長いから、すごい取り回しはいいですよね。さすが 1.5 メーターは違うなっていう感じはしまーす。で、こんな感じで、吸い取れる、線になってる。まあ、あれですね、十分吸えてるなっていう感じはしますね、今の時点では。これね、多分前にね、違う、リンサクリーナーですでに掃除済みかなっていう感じです。言うほど汚れてない。まあでも結構、ここ
ここで茶色い水は取れてるかなっていう感じはするかなっていうとこです。あ、いい匂いだな。これ消臭効果あるな、この洗剤。結構いいかも。はい、コーナーノズルの出番でーす。水は負けないっぽいですね。まあ純粋に吸うだけっていう感じなんですが、ここのところで吸えるので、すごいこういうところとか、あと車の天井とかにもいいと思います。じゃあちょっと吸っていこうと思います。こういう感じで吸えるんですね。うまく取れてるかな。いや、いいよこれ。こういうとこね、届かないでしょね、こういう細かいところとか。あ、いいね。あ、これはいいわ。これね、今回のやつ一番感動したかもしんない。はい。こんな感じ。いや、すごいな。うん、前回掃除したんですけどね。まあ、またこれぐらい汚れてるなっていう感じ。で、付属の洗剤なんですけど、若干は立つんですけど、まあ、さほどではないという感じですね。いや、やっぱりね、気持ちいいよね。リンサークリーナーっていう感じです。あ、はい、お疲れ様でございました。本日はハウスホフのレビューをさせていただきました。全体通じてなんですけれども、まあ、まずお水ので、あとは回収ですね、このに関してはまあ普通ぐらいかなっていう感じです。あとやっぱりね、ホースがめっちゃ長くて使いやすいというのと、ここね、結構なんていうか隙間があるでしょ。で、ここの部分ってホースをね巻きつけれて、すごく考えたなっていう感じで、すごくね、ここもまとめれるでしょ。収納がね、すごいね、いいなっていう感じです。まあ全体通してね、まあ買っても後悔がない機会なんじゃないかなっていう感じです。はい。まあですね、この動画参考になったなって方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。